金融の話とか興味あるのみんな。興味ある直ったああ通常枠だからね。あのセッティングも画質もかなりいいはずなんだよね。もしよかったらちょっと花火いただけると嬉しいです。アイテムください。画質悪いえ、画質悪い嘘だ。通常枠だから画質めちゃくちゃいいはずだけど。画質悪いそんなことないでしょ。 な何が悪いのあスいいよね。明日いいよね。ありがとうワード2は。ハート花火ありがとう。問題ないよね。うん。儲け話の儲け話じゃなくて今回お金そのものが何なのかっていうのをどれくらいの人が把握してるのかなんだけどああありがとうね花火。ああ風船ありがとうありがとう。 お金そのものの話題でもいいのかなそういう話興味ある大丈夫お金の話しましょうか。じゃあ、まずお金の話でいいの、お金の話でいいのお金の話でいいのじゃあ、まず、うーんーと、ちょっと待って。えー、っと、これとこれがまずわかりやすい。うん、まずね、えー、っと、これとこれの違いわかるこれとこれの違いわかる まずこれとこれおはようございますバガありがとうブレインマネージャーって何マジツッコミありだよマジツッコミ俺もそんなに詳しいわけじゃないんだよだからあのちなみに言うとくけど俺専門家ではないからあんまりその専門的な知識はないんだけど多分 普通の人が、へえっていうような話はできると思うの。だから、まあ、ニムロズさんが助け船を出してくれて、もっと詳しい人と金融工学とかについて話したらどうですかっていう。そうそうそう,そう。えっ、ー、とね、まず、政府効果って言って、これを発行してるのはどこかっていうと、日本国なんですよ。まず、効果っていうのは、あの、日本国。国の名前入ってるでしょ。日本国。わかる で、今度、こっちは中央銀行発行元っていうのは、日本中央銀行券っていうふうに書いてあんの。日本銀行券か。で、日本銀行が発行してる。そう。そもそも、なんで国の方は効果を保有してるのかっていうのは、これさ、鉄とか銅とかアルミでできてるから、簡単に言ったらさ、ちょっと一昔前だと、その、鉱物っていうのを持ってれば持ってるほど、 戦争とかに転用できるっていう理屈があったのよ。これわかるなんで国が効果を使ってるのかっていうの。まあシンプルに言ったらその効果っていうのをさ、昔から使ってたわけじゃん。まあ貝殻だった時代もあれば、あの、もう効果もない時代があるんだけど。そう、まずここ、そう、アルミとか銅とか鉄とか真鍮とかいろんなものを使うんだけど、まず発酵をしてるところが違うんですよ。 ググっても出てこない話を欲しいんだったら、あのー、別のところに言ってください。はい。僕は自分が、ググったとかどうとかじゃなくて、自分が話したいことを話すんで、もし僕の放送気に入らないんだったら、他のところに行くべきです。うん。日銀、日銀、日本銀行券だから日銀ね。紙幣は日銀。紙幣は日銀とか思ってたじゃなくて、紙幣は日銀だよ。日本銀行。 Okay、そうでそう今いい振りがあったから話させてもらうんだけど物資としての価値があるかどうかっていう話になってくるんだけどそれを金本位制っってていう形を世界中で取ってたの要は国が保有してる金の数もともと紙幣の始まりからその前に話していいかなちょっとどちらかっては申し訳ないんだけどお金の始まりって知ってる紙幣の始まりがどこかっていうの分かる もともと金っていうのが、えー、取引の価値のお金の代わりになってたの。歴史の話。あー、めんどくせえな。あやっぱやめよう。あやっぱやめよう。この話やめよう。めんどくせえわ。うん、いいわ、いいわ。うん、いいや。やめよう。雑談しよう。バカみたいな話しようぜ。バカみたいな話。もうめんどくせえわ。うん。いい、いいんだって。うん、いいや、いいや。いい、もう、もう、打漢主義の話とか、いいや、いいや。もうめんどくさい。だから嫌なの。 分かったでしょいやめんどくさいでしょこんな揚げ足取ってくんの今から説明しようとしてんのにさいいよいいよもう話になんないよこんなのいやだから俺はニコ生時代からこういうことやってきたけど何の何のためにもなんないし何にもならないから意味がないのいいいいもうめんどくさいいやもうこういうのが嫌なんだよ俺はぐだるぐだる、うん、いいいいいいグダルグダルだったら自分でやっとけばいいんだもん うん、めんどくさいの嫌なんだよ。うん。わかんないやつに話してもしょうがないじゃん、こんなの。いや、いい、いい。もうめんどくさいわ。めんどくさい、うん。こういうの向いてないんだって、配信は。向いてないの。いいんだよ、バカな、バカはバカで騙され続けんだから。うん。知識マウンテン、だってね、知ってるのに何で見に来るんだって話なんだもん。うん ネットにない情報くださいとか言ってさ、話を5分も聞けないんだもん、こいつら。人と話をする立場、あの、人と、人の話を聞くのじゃないでしょ。な、向いてないの、そもそも。向いてないの。いや、ブロックはしない。いや、そもそも配信に向いてないの。こういう話はいいよ。セミナーとかでやるべきなんだよ、本来。金取ってやるべきなの。うん。しょうがないよ。うん。いい、いい、いい。テレビで見ればいいんだよ、池上彰とか。 うん、もしくは本買ったらいっぱい載ってるよ。面、う、倒、ん、くさいよ、うん、話の腰折るばっかり。ごめんね俺,俺もこういうの好きなんだけどあの話したいしみんなにちゃんと知ってもらいたいと思うんだけど、うん、そのなんつうんだろうな要,要はそのなんつうのくだらなくなっちゃうのすごく。 要はその俺は世の中に知ってもらいたいと思ったり勉強したいとか思いがあってやってるんだけどそうじゃなくて俺知ってるぜ俺知ってるぜっていう自慢のマウンティングはうざいのよだったら生主で自分で語れよって話だからそしたら泣いちゃうんだよもうごめんねそうそう生活保護の配信もいいって言ってもらってもさ結局蓋開けてみたらさうんあのー、ねあれだからちょっとねしょうがない 日銀紙幣の発行の本質は詐欺だから本当の話はググっても簡単に出てこないっていうに民間企業だからねそういう話につなげる前の前提条件俺がこういう話をする時に重要だと思うのがバカにするわけではなくて基礎情報があって要は情報を共有することによって初めてその次のステージに行けるっていうのが持論なんですよ。 だから最終的には14号さんの言ってる日銀っていうのはどういう民間企業の FRB と全く同じ構造なんじゃないか結局戦争で負けたっていうのはこういうことなんじゃないかっていうところを2時間後に話したかったのよだけどそれだといきなりこの話をしても置いてけぼりで14号さんと俺の要はオナニーになっちゃうのよそれが問題あるよねってそうじゃなくて社会を変革しようとか変えようとか意識を変えるっていうことは基礎の 知らなかった情報を手に入れて、要は俺らもそうだったはずなの。14号さんも俺も、ゆっくりゆっくり、こうなってるんだ、こうなってるんだ、こうなってるんだ、え、これ詐欺じゃんってなったの。この気づきが大事だと思ってんの、俺。この、詐欺だよって言って、俺すげえだろってやることじゃなくて、みんなにプロセスを経て、え、これってやばくないこの世界っていう。俺はそういうもんだと思ってんの。だからそのプロセスを大事にしたいんだけど、その、ね向かないんだよ、配信は。 うん、ひけらかしたいっていうのはないよだから嫌だっつってんのなあめんどくせえの、うん、怒ってるわけじゃないからね泣いちゃうのよ一生懸命話してるのになんかこうバカみたいになると嫌じゃんだったらそのバカみたいな話をして喜んでて花火上がった方が得だから正直でしょうん いや俺はだってこれが仕事になってるわけだからそのアイテムが上がるものを優先するようん金の話も陰謀論も別にするつもりないようん、うん、言論の自由っていう俺はねでもねそのなんつうの言論の自由とそのなんだろう 言論の自由を履き違えてんのかなっていうのはあるけどねうん何言ってもいいってことではないと思っててまあでもそれも自由なのかなどうなんだろうまあ結論から言うとそういうことだよねだけどそのじゃあどこが発行してるのかっていうその うん、まあまあそれをそう、あのー、金融だけの話じゃなくて宗教とか戦争とかいうさ結局ね俺が宗教とか戦争とか金融とかなんで調べてるのかっていうのはそこじゃないんだよ要はね虐げられてるものがいるっていうことが嫌なのそこに対して知識をつけてるだけなのそうや事なんだよそうそうそう言論とはまた違うんだよね だからそ発言をする者にはそ責任が伴うし立場がないと意味がないっていうのが俺の考え方なのね、うん、正論を言うことが正しいんじゃなくてどういう生き方をしてきてねこういうふうに至りましたよっていうのが俺は大事だと思ってるそれが本当の言論だと思ってるからうん何が偽物なの何が偽物俺が身につけてるもの何が偽物なの教えて。 俺がが今身につけてるものの何が偽物なのこのヘッドホン本物オーディオテクニカ別にシルバーアクセサリー、ね、リ,リング、えー、っとリスナーさんがもらったもののんちゃんがつけてくれたリストバンド沖縄で買ったシルバー何が偽物なの着てる服も無印で買ってる T シャツ何が偽物なの でも俺はビットコインはなんでダメなのかっていうのは結論はシンプルなんだよ通貨発行権を民間企業が成功させた事例がないっていうそうだからうまくいかないよっていうのがシンプルに言うとそこだけだとビットコインうまくいかないの民間企業で通貨発行権手に入れた会社なんかないでしょ歴史上ないんだよなんでかっていうと戦争とか人類の歴史って権力者っていうのは 国の思想とと政府と、ね、勝手にやっていい俺らは金融だけ抑えさせてくれっていうのが戦争を買った側のロジックだから。でしょ、うん、ビットコイン下がる前から言ってるよ俺ずっと。 実体がないってずっと言っててずと言ん,じゃんビットコインは投機としても儲かるかもしんないけどあのビットコインを使ってる人を見たことがないってずっと言い続けたうん、うん、なんかこの作り手の気持ちがなんかあ,あるなと思ってこれこれ作るの大変だなっていう,う作った人間がその羽,羽ばたきを表現したっていうのがすごくなんかああこの人シルバー好きなんだろうなと思って。 よく平べたい。要はゴローズみたいなのをよく見るじゃん。俺あれ、実はゴローズのデザインって好きじゃないのよ。その鳥は。だけどこのギミックとか、その立体的な表現に愛情を感じたのね。この人もなんかカウンターっていうか、いや、ゴローズじゃなくてこれくらい手間かけろよ、みたいな。すごいかっこいいなと思って。だからゴローズのことを知ったのは後からなんだよね。 ワドーズはなないです、うん、そうなんだよね仮想通貨ってさ、例えばさ、俺さ、ゲームやってるんだけど、仮想通貨ってさ、どういうことか、例えばね、俺ね、あの星ドラっていうさ、スクエア・エニックスがやってるアプリ好きなの。でもこれ3年ぐらいやってるんだけど、これ見てみようか。これね、中の課金アイテム、ジェムっていうやつがあるの。スクエア・エニックスって出るでしょ。 で購入画面に出ると、俺無課金でやってんだけど、これ。見てみようか。こうやって星のドラゴンクエストって出るでしょ。ちょっと音切るね。星のドラゴンクエスト。星ドラって言われてるやつなんだけど。で、ここでジェムっていう、その、 このののゲーム内のお金っていうのがあるんだよそれを購入するページ見ると書いてある。えー、っとジェム購入はどうやってやるんだメニュー。ジェムショップ買う。そうするとゲーム内仮想通貨って書いてあるでしょ。だから仮想ここにねゲーム内仮想通貨って書いてあるんだけどこれが本来の仮想通貨なんだよ。もともと。 要はポイントってことなんだよね通貨ではないんだ,だからネーミングセンスが良かったんだよ仮想通貨っていうそのウェブの中で浸透してた言葉を持ち出してそうビットコインはだから仕掛けた人が儲かる仕組みだからねそれは何でもそうなんだけどだからその俺らがそのビットコインって呼んでる仮想通貨も実はそのこういうゲームのアプリ内の 仮想の通貨と一緒なんだよねジェムとかと一緒だし、うん、通貨ではないんだ、うん、仕掛けた中国は撤退しましたね仕掛けたっていうかもともと日本人がほとんど保有してたからね中国が中国があって日本が結構使うんだから海外でやってるっつうけど だってね去年の段階でも半分以上が日本人持ってたし今83%が日本人がやってるからねうんネズミ講と仕組みはねちょっと違うただえっ、ー、とね合法的なんだよ全然合法的なんだけど、えー、ビットコインの厄介なところっていうのは要はその買い物とかに実際使ったり海外送金に使ってる人がほとんどいない参加者が要は実態としての機能を使われてないだけど 登記目的で値段が上がが上り続けててるるからみんなが参加してるこれどういうことかってこれをバブルって言うんだよ。お金が儲かるからっていう理由で不動産,不動産バブルとか IT バブルとかもそうでしょ。どん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 ,どん値段が上がるからって言って会社のさ要はえとライブドアっていう会社が何をやってるのかとか見ないでバンバン参入してくんの。でそういうバブルっていうのは簡単で最後に掴んだババ引きゲームに変わるのよ。 だってそ、その実体見ない値段が上がるのが理由で買ってるから。これが怖いんだよね。不動産もそうでしょ。値段が上がり続けてるから買ってるでしょ。で、最後に買った人、バブル弾けた時に保有しちゃった人が負けになるゲームでしょ。バブル、バブルそのものだよね、これは、うん。ビットコインがユダヤの中央銀行を潰せたらすごい快挙だよね。それをさせないためにアメリカはずっと戦争をやってきたっていう。 そユダヤ資本、中央、ドルっていうものを信用を上げるために戦争をやってきたっていう解釈だけどなもちろんそれだけじゃないけど理由はだからユダヤ人頭いいんだよね思想とか教育とかどうでもいいから金融だけ抑えさせろっていう考え方だから金だけの発行権は俺らに握らせろっていう要元締めになったらね操作なんかいくらでもできるんだから わお花火10発ありがとうおはようございますわおすげえなありがとうございます何いきなり。誰よありがとうございます誰ありがとうございます花火ファンタスティックもらったよ、のんちゃん。なんだろう、いきなり。ありがとう そんなこと言ってるからアイテム飛ばないんだよ。ふわッちアイテムビットコインで買えるんだぞ。いや、違うの違うの。別にビットコインをやるって、本当に多く稼げるとは思ってるの。ただ世の中は買えないよって言ってんの。参加してる人の中で、金持ちと貧乏人の、要は頭のいい奴が勝つゲームに変わってるだけだよっていうことを言ってんの。俺は。すごいね。右側に礼写って飲んちゃんだよ。ありがとうございます。 だから別に俺はお金儲けをする。なん、世界で一番でかい賭場が開かれてるのは事実だから。だからそこで儲かるのはいいと思うよって。ただ、その、金融工学とかに強い人と勝負して勝てると思ってるのかっていうもんだよ。要は素人が参加してるでしょ、今。うん、で、ことかの話はしないでください。うん、きやっぱ金融の話がいいのかな。うん。ま、じゃあやる じゃあ煽らない,って言う煽らない聞きたいちゃんと聞いてくれるバカにしない俺だってさそのちゃんと専門的な知識を身につけたわけじゃないから詳しい人には勝てないよでも俺が向けてるターゲット層っていうのはそうじゃなくて主婦とかそのいくら頑張っても頑張っても底辺アルバイターたちとかに聞いてもらいたいの部屋ワンルームっすね狭いっすそうだからその伝えてるターゲット層はその分かってる人じゃないんだよっていうこと その上ででみんんなで議論したいんだよきつね外せああそうだな狐枠だったからよくなかったのかなうんもしねそういう風なのがあったら全然話したいと思ってるし月収100万もいかないやつが語るななんで語っちゃいけないのドンプリえっつってうん メガネかけて分かった、うん、バブルの説明がよくなかったバブルの説明がな何が聞きたいのみんなが聞きたいことを話すわけじゃなくて俺が話したいことを話させてよ、うん、いやもうややだわやめよやっぱりもうこういうふうにな月収100万がないとかさ詐欺師だとかもうやめやめよやめやめ うん、いやいやいやもうもうもう嫌だ <laughs> やっぱ嫌だ、うん、もうもうめんどくさいわやっぱね向いてないよ向いてない、うん、18万だよ18万月収、うん、要はちゃんと聞く人に向けて話をするし あの、これ正解って言ってくれるあー、やべえ。うっ血してる。うっ血してる。やばいやばいやばい。なんかおかしいと思ったら、うっ血してる。やばいやばい、これ。腐る腐る。危ねえ。手がうっ血してた。危ねえ。ゾンビみたいな色になってた。今びっくりした。危ねえ。手が痺れ始めたんだよ。やべえ。血液回ってなかった。痛い痛い痛い。嘘って言って信じて、嘘言って信じてしまう。それも問題だね。 うんまあだから語らないって言ってんじゃん語らないって勝つじゃなくてね手首痛めちゃって彼女が巻いてくれたのサポーターそう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 捻挫一人語りがねしたいんだけどねどうしてもなんかやっててなんかこうねなんかこうひび響かないというかさその思いが伝わらないと手応えがないからねうん ババイト以下だよ、うん、バイトト以以下下だだよよ悪いの一生懸命働いてるんだよそうそう俺はだからそのなんつうの虐げられてる人たちに知ってもらって何か力になってもらいたいっていうのが思いだったしそのなんつうんだろうなそのもう要は簡単な話をすると頭のいい金融について強い人が今勝つ時代なんだよまあいつもそうなんだけど実は人類の歴史って。 まあでも、そういう、自分は変わりたいと思ってる人は自分からね、セミナーとかで情報を買いに行くもんね。そう。ただ、その、一つ言えるのは、正しい努力よりも、俺は正しい選択の方が大事だと思うよ。うん。正しい、虐げられてるっていうか。うん。知ったところでね、どうにもできないっていうのは違うとは思ってる、俺は。知ったところでどうにもできないっていうのは違うと思ってる。 知るっていうことはやっぱり意識が変わるからあの要は脱洗脳されるんだよねうんそう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 知らないでその知らないことと知ってることっていうのはやっぱ全然まあ俺俺にとっては正しい選択だったよ41号さんそれはそのお金儲けができないかもしれないけどこうやっていろんな人にいろんな話を聞いてもらいながらお金を稼ぐことができるようになったから俺は好きだけどな 確かにその儲からないかもしれない社会的信用がないかもしれないけど俺にとってはすごく大事な場所だけどおかしい ?41 号さ。うん。そう。正しい努力よりも正しい選択が大事だと思ってる。うん、ウィリアム・グラッサー博士のチョイス・セオリーっていうあの理論だね。<laughs> 変えられないけどね。 あの実はねそ15号さんがいい問題提起をしてくれてて国とかシステムを変えられなくてもね自分を変えることができるんですよそこが最大の切り札だと思っててそう自分の生き方を変えることができるから個人を救うこととか自分自身を救うことっていうのはできると思ってるんだよ、うん、強いっていうかね最強だよねコップンカープ「GGT 大入社」 自分を変えることが一番早い。そうだね。うん。うん。だからその、そのための情報っていう知識っていうのは武器になるから、そう。知っていることと知らないことってやっぱ大きな隔たりがあると思ってて。うん。対語だね。うん。信用は構築してるって思う。ワドンしかアイテムなくない。ああ、ありがとう、49号さん。 ありがとうそう言ってもらえると嬉しい。まあ俺も生き方変えろっつうか頑張ってるよ。でも俺の収入っていうのは結局、あの、俺が決められるわけじゃなくて、見てくれてる人がアイテム投げるか投げないかで決まるもんだから、ありがとう !47 号さんありがとうきつねああありがとうもしよかったらフォローしてってください。だから俺の収入っていうのは実はその、リスナーさんが決めるもんだと思ってるから。もしよかったらね、ふわっちと YouTube と Twitter フォローしてください。 お願いしますうんそれそうでしょう自分でねその収入決めらんないもん見てくれてる人がアイテム投げてくれて初めて生活できてるわけだから楽して儲けようってばかり考えてるからおばあさんも被害に遭うおばあおばあさんも被害に遭ういやあのね俺,俺の事件のことについて言ってんのかなそれは。 実態は全然違うよおばあさんは完全な被害者だよ、うん、気づきイメージ構想実行勝者あーすごいっすねその通りですねあのー、その傷つく人間と気づく人間が世の中にはいてアクションがあった時自分に否定的なアクションがあった時にあのー、傷つく要は私かわいそうっていう人間と気づくあ変えなきゃって思う人間2人あるわけじゃん 傷つく人間じゃなくて気付ける人間にならないダメだっていうのは本当にそう思うねあのー、46音さんいいっすねうん、うん、いいコメントしか拾わないのかいやいやいや全然そのコメントは見てるよただ拾うか拾わないかじゃなくてみんなが言ってんのって読み上げるかどうかでしょ読み上げる必要はないからなんかねその配信者に 音として読み上げてもらいたいっていう人結構多いんだけどバカありがとうございます音として読み上げる必要なくてなんでかっていうとここ共有してるプラットフォームだから例えば41号さんが書いたこの持論で月収18万ですが何か笑っていうのはみんなに見えてるわけじゃん。だから俺はその150人近くの人の中でこの人と会話しようっていうのを自分で選ぶっていうのが自分のセンスだと思ってるから。 全部ただ読み上げたいんだったらさ、コメビュー入れときゃいいんだよ。こうやってコメント読み上げ機能をつけて何が面白いのだからコメント書いてみてよ。これ意味あるこれ意味ないでしょこんなん意味ないでしょうん。でしょこんなん意味ないでしょだから俺は別に自由に書いていいけど全部拾うとは限らないよって。 言い切り系のさ発言に対してさ何か俺が感想を言わなくても意味ないんだからあ聞こえてなかったごめん音楽も聞こえてなかったごめんごめんごめんありがとう47号さんうんそう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 うん経験が全てですよね本来は経験だけで語るべきなんだろうけど うん、まあそうもね言ってらんないからね配信で18万きついっすよ本当にまあね今ねスタートわお花火ありがとう花火ありがとう、うん、ありがとうございますおはようネットの情報そのまま受け売りだもんな えっ <laughs> っていうか別に何だろう情報をどこから取ったのかっていうよりも俺がチョイス俺が喋ってることに意味があると思ってるからうんどうなんだろうなうん、なんで俺の情報がネットからの情報だけだっていうふうに判断できるのか分かんないけど俺結構経験で語ってると思うんだけどなうん。 いやそういう話しようと思ったんだけどなんかニーズがなかったからやめた、うん <laughs> うん、ふわっちでどれだけ稼いでる、うん、もう高校生のアルバイトぐらいじゃない 都内のの高校生のアルバイトにちょっと色つけたかつけててないいかっていう、ねうん、ユダヤのの洗脳の話ユダヤはね洗脳っていうよりもね金融を牛耳ってきたっていうそのまあ何でかっていうとユダヤは先民思想っていうのがあるからあの実は金の貸し借りとかをすっごい厳しく取り締まってるのだからユダヤ人同士は金の貸し借りっていうのは実際やらないんですよ ねえ、彼らっていうの、先民思想って何なのかっていうと、ユダヤ人以外っていうのは神と契約してないから人間じゃないって考えるの。簡単に言うと。だからね、他のね、他教徒とか異教徒にね、金とか貸しまくったっていう歴史があるんだよ。あとまあ、虐げられた民族だからずっと奴隷だったから、あの、金融業とかしかつけないっていう。なんだよ、また始まったって。あ、もうめんどくせえわ。やめるわ。お疲れ。寝ます。お疲れ。 バカバカしいわ、本当。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとかか。 なんでお前動画の内容も見ねえでお前パッドボタン押してんねんもう。